はい、ということで今回も、ヘビオにしていきたいと思うんですけども、武器をキャンピングシェルターにしました。今回キャンピングシェルターで逃げるのと、鬼がですね、ヒデオ君になったということで、彼は一体何してくれるのでしょうか。ちょっとヘビオにだからっていう理由じゃなくて、ただヒデオから逃げたいみたいに俺ちょっと今なってるんだけど、これね、ガードで守れるからさ、もし襲われてもこう開けばなんとかなりそう。ヒデオ君どこだ。こっち今いないぞ。チャンス。このとこ、待って、誰かもうやられてるんですけど。早いな。ヒデオもしかして鬼強い？逃げるのより鬼の方が優秀だった説がある。あ、いる。なんかピョンピョン跳ねてた。いたぞ。ちょっと狙ってるかもしれんな、俺のこと。確認しとかないと。来てはいないですね。もしもうここで来たら、傘開いて、まあ追い返すっていう作戦も取る。いるね。あ、誰かやられてる。強。ヒデオ強いな。来てるか？来てる。ちょっと逃げよう。あれ？あれ？いなくなった？え？ヒデオいなくなったぞ。なんか鬼全くいなくなっちゃったよ。うわっ！え？ごめん！さっきちょっと事故っちゃって、鬼を倒してしまって、で、動画的に NG になってしまったんで、今回こそしっかり逃げていきたいと思います。鬼をまさか倒してしまうという大事件がね、起こしてしまった俺が。やらかした。ヒデオなんかごめんな。今回ちょっとホッケ不当で、ここも急になんか出てくる可能性があるんだけど、気をつけなくてはいけない。下いますね。バレてはなさそう。あ、やばいよ。バレてない。あ、やばい。逃げて。やられてる。気づいたか、ヒデオ。多分まだ下いるぞ、これ。下いると思う。いや、逃げちゃおう。味方がやばい。ちょっとこれ流して、助けてあげて。ヒデオ君にやられた。ここで、ちょっとなんだか、あー、来てる。バレてない。意外と気づかないんじゃない？ここにいれば。あー、ダメだ。ごめんなさい。ダメだ。ちょっと守って。俺のこと守って。傘。キャンプが守ってくれてる。よし。ちょっと待って。ここ塗ってなかった。やばい。暗い、ヒデオ。これでも暗い。うわー、出てきたぞ。傘の中通ってきた。やばい、これ危ない。やばい。あ、傘割れちゃった。これあげる。ミリオ君の勝ちや。はい。餌だよ。餌。これ餌だから。食べていいよ。ミリオ君。やばい。ああ。何してんだ。ミリオ君。これ。